参考のために井上康生五段の背負い投げを見てみましょう。井上康生五段の場合、このように急激に沈み込むように姿勢を低くして、相手との高低の重心差を大きく作って崩すことが特徴です。一本背負い投げとは、引き手や釣り手で相手の腕を担いで投げる技。ポイントは、相手の上腕に自分の肘を密着させ、その部分を支点にするということ。その支点をうまく作るために必要なことは、引いて、相手の脇と自分の肘を十分に密着させる。ね、担ぎが、肩まで高くいくと支点がありません。肘で相手の上腕の一番深い部分を挟むようにすると、相手を上手に引き出すことができ、さらにしっかり密着した支点ができます。この喧嘩四からの一本背負い投げの場合の崩しのポイントとは、まずかける前にある動作をします。相手の釣り手の中にですね、相手にアクションして押します。相手は、押されて縮まった脇を開こうと押し返す。ここがチャンスです。相手の釣り手を押し込むと、相手はこのように体勢を整えようと脇を開きながら押し返してきます。この力を利用してそのまま崩せば、少ない力で相手を崩すことができます。これらの基本を理解して、意識して練習してみましょう。